はい、どうもカッパ園長です。さてと、ご覧になっているあなたが男性なのか女性なのか、 あと年代世代がどうなのかによっても、受け取り方って結構違うのかなってちょっと思いますけど、黒木ひとみさんってさすがに名前と顔ぐらいはどうでしょうね。僕は単純にすげえ綺麗な方だったんじゃなかったっけみたいな、女優さんですよね。女優さんのこの日本のこの芸能界のこの序列でいうなんかあるじゃないですか、そういうランクみたいなね、大御所、その下なんていうの大御所ベテランペーペーみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。っていうともう結構トップクラスに入ったりするのかな、割と大御所ではあると思うんですよ。黒木ひとみさんなんか62歳らしいんですけど、この画像を見て62歳にはちょっと見えないですよね。何をどうしてるとかそういうのは分かりませんわかんないですけどもね。でもほら芸能界の芸能人で女優さんだし、多少はね、たしなみの範囲内なのか分かりませんけど、これはちょっと僕個人的にはやりすぎじゃないかなってちょっと思ったんですけど、なんかイメージではなんかもっとナチュラルにこの綺麗なこの可愛らしい感じの方だったような気がするんで、なんか逆にね、手間とお金かけた割にはなんかもったいないんじゃないのかなって、もっとなんかナチュラルなこのメイクとかさ、その範囲内でどうにかできたような気がするのに、元がねお綺麗な方だったから、なんか60代、普通にこの40代とかねに見える範囲内でなんとかならんかったのって思いますけどもね。なんかちょっと違和感がありますよね。この顔の部分とその顎下、この首元とか、やっぱりなんか違う、そこでわかるとかってよく言うじゃないですか。綺麗は綺麗だと思うんですけど、なんかもうちょっと年相応でも、なんかいつまでも若々しい綺麗な方なんですね程度にしておけば良かったんじゃないのかなって思ったんですけどもね。単純にこれ元々のこの大ファンとかさ、よく知ってる方が見たら、あれこんな顔だったっけって、逆にそういう人たち、応援してた人たちにとってこそ違和感が先に立っちゃうんじゃないのかなって。あんまりよくわかんない人はさ、62には見えないですよね、ふーんで済むかもしれないですけども、ファンとかなんかそういうし知り合いの人がいるか、ここにいるのかどうかちょっとわかりませんけどもね。娘さんがなんか結構あれな感じの人だったっけ、この方って。ちょっとなんか、詳しくは僕もよく知らないんですけどもね。宝塚出身の方でしたっけね、もともと。宝塚専用のなんかそういう美容的な、なんかそういう外科、お医者さんみたいなね、お医者さんって言っちゃったらダメか。なんかそういうのがあるのかなってちょっと思いますけど。だって天海祐希さんだって55歳とかでしたっけ？ちょっとその年齢、そういう年齢には全然見えないですよね。あんまり、あれか、黒木さんはいい噂を聞かない人っていう扱いになっちゃうのかな、やっぱり。これには別に何とも思わない感じですけども。もうちょっとなんかほら、どうせやってもらうんだって、もしかしてとある半島のあの国でとかじゃないですよね。絶対ありえないとも限んないか。なんかさ、コネクションもそれなりにあるんだろうし、お金だってないわけじゃないんだろうから、それなりにちゃんとした、だからほら、高瀬院長に頼むとかさ、ちゃんとしたところでどうせやるんならやってもらえばいいのにね。なんかもうちょっとこの自然な自然に10歳若く見えるぐらいでやめといても全然綺麗だったような気がするのに、なんかもったいないなーって。なんでこのサイボーグ大会みたいなことにしちゃうのか、なんか上に引っ張りすぎないイメージですよね。すごーく綺麗な40代後半ぐらいには見えるんですけど、なんとなくパッツンパッツンな感じがしちゃってね。だって50になり60になったら、それはだって出てくるのはしょうがないじゃないですか。ちょっと変わりすぎなんじゃないのかなってね。なんかちょっと不自然、もうちょっとなんか自然にうまくやれる人に
ね、なんか嫉妬オペ、あ、オペって言っちゃダメか、ね、やってもらった方が良かったのになってちょっと個人的には思いますけども、うん、そういえば同じぐらいの年齢、まあ同じぐらいじゃないか、もうちょっと若かったでしたっけね、森高千里さんは綺麗な感じ、まあでもそう考えるとあれですよね、何人もいらっしゃいますよね、このうまーく、うまーくって言ったらちょっと失礼なのか、綺麗、なんていうの、こういうの、上手なか、上手な年齢のこの重ね方されてる方、まあ普段のこのケアとかもね、うん、時間やお金もかかっているのかもしれないし、そもそも人前に出る仕事だから、まあ当然って言われればそうなのかもしれないですけども、いやでもお綺麗な方、まあいらっしゃるにはいらっしゃいますよね、うん、森高千里さんがなんか異常にこの綺麗なナチュラルに、うん、っていう印象ですかね、僕個人的には、うん、たましになんかこの調べてみようと思ってこの黒木ひとみさん、この黒木ひとみってこの検索するとさ、この予測候補サジェストって出てくるじゃないですか、黒木ひとみ娘犯罪者ってなってるぐらいだからよっぽどですかね、なかなかこういうのってね、残っちゃうのは残っちゃいますよね。まあその程度に、やらかし具合のこの程度にもよると思うんですけども。何でしたっけ、娘さんがこのいじめとか傷害事件のこの加害者なんですよね。で、しかもそれをこの金に物を言わせてっていうか、この当時黒木さんもそれをなんかこのかばったから余計なんか一時すげえ叩かれてましたよね。まあ自分の子供だしね、でも自分の子供だからこそなんかこの厳しく出ていくみたいなわけにはいかないんですかね、やっぱり可愛いからなんかこのなんだろう、そういう感じになっちゃうのはしょうがないんですかね、隠蔽ですよね、犯罪行為を隠蔽した、うん、そういう扱いだったと思うんですけどもね、うん、なんとなく、まあ、もうちょっと年齢上になっちゃうのか、なんか吉永小百合さんとか、まあでも吉永さんもあれかね、まあちょっと別な理由で別な理由でちょっとね、うん、パヨっちゃった感じがあれだからな、うん、誰ですかね、安田成美さんとかどうでしたっけ、なんかお綺麗なイメージですけどもね、うん、まああのいらんお世話なんでもうあんまり言わんとこ別にあれですよね、うん、あのなんかそのお綺麗にする整える、それ自体は僕どうこう言うつもりはないですね、別に本人の自由だしいらんお世話なんですけど、なんかやり方というかこの程度ってあるじゃんみたいなね、何でもかんでもっていうのはほらどう考えてもおかしくなりますよね、うん、まあいいでしょういつまでもお元気で頑張ってくださいということで、今回は以上です、ありがとうございました、ではまたごきげんよう。